母ちゃん、黒のヒーラーを呼んでる余裕はないわ。私が何とかする。でも、ルミネ先輩、浄化魔法を使えるんですか？一応ね、こういう時に備えてエリザ先生にいろいろ教わったから。技だけどさ、私だからこそできる技ってのをエリザ先生が考えてくれたの。ルミネ先輩、どうなったんですか？なんとかなったみたい。じゃあ、呪いは解けたんですね。多分ね。後で改めて病院に行く必要はあるけど。よかった。まったく、世話焼かせるんだから。無事目覚めたら、罰として梅干し食わせてやるわ。くん、そっちの子、双葉ちゃんだっけ？大丈夫だった？本当は、これって内緒らしいんだけど、クモン君には話すべきよね。ユキちゃん、いい？こいつ、キリュウ誠は、トリスメギストスに操られてたの。
破滅をもたらす異形の名です。メギストスは1年前、キリュウを操ってこの世界に復活しようとしたの。去年の学園祭で失神者を出したって噂聞いたことない？あれ、トリスメギストスの仕業だったんだけどさ。その時は心霊管理局とルミネ先輩とでなんとか食い止めたんです。でもさ、トリスメギストスを完全には封印できなかったのよ。挙句に気流の中にまだ寄生してたってわけ。意識不明事件の犯人はトリスメギストスに操られた気流先輩です。奴はこのバカを使って今回も魂狩りをやってたみたい。あなたを狙ったのは多分麻酔症が欲しいから。そう、一年前は気流に取り付いてたの。あの時に壊したはずだったんだけどな。確かにレプリカだったわ、最初はね。局が調べていた時にはすでに魔力が宿っていました。きっとそのレプリカもトリスメギストスに憑依されてる。その証拠にあなたのポケットを探ってみなさい。多分戻ってきているはずだよ。本来、魔力を共鳴させて増幅させることができるアイテムです。でもクモン先輩の持つ麻酔症は呪いにかかっている可能性があります。多分その呪いはあなたが死ぬか、もしくはトリスメギストスを封印しなくちゃ解けないと思う。すみません、もっと早く伝えてクモン先輩の呪いを解く努力をするべきでした。でも兄が。あえてクモン君に麻酔症を持たせていたのはさ、トリスメギストスを今度こそ倒したいっていう聖者さんの考えらしいわ。あの人、トリスメギストスを倒すことに命かけてるから。封印はあくまでトリスメギストスが元いた次元に追い返すだけなんです。いつまたこっちに現れるかわかりません。倒せば存在そのものを消せるわけだからさ、二度と私たちがあたふたさせられることもなくなるってわけ。でも当然リスクも高いのよね。
局の中でも意見が割れています。その件については報告してませんでしたよね。すみません。どうやらその人影がフィサリスである可能性は低いらしいです。むしろその人影はフィサリスの使い魔マンドレイクかもしれないって。
サバさん、もうこれ以上過ちを犯さないでください。お願いカナちゃん、見逃して。私やらなきゃならないことがあるの。そういうわけにはいきません。どいてくれないなら力ずくで行かせてもらうことになるけど。カズくん、カズマさん、カズマさん、双葉さんを捕まえてください。双葉さんがフィサリスです。カズマさんも気づいていたんですの？私、独自にフィサリスのことを調査していたんです。やはり気になりましたから。その際、最も怪しかった図書室を調べていたら、これを。ドライアド一族にしか作れないとされている覚醒の種です。おそらく何か目的があってこの種を生成し異世界で撒いていた。違いますか、双葉さん？だってこんな事実知りたくはありませんでした。相手が双葉さんですから、こうしてお話をしているのです。分かってくれますよね？どうしても見逃してくれないの。お願いです、双葉さん、罪を償ってください。確かに私法律を破ったけど、でもそれにはちゃんと理由があるの。正当な理由さえあれば犯罪を免除されるというなら、世界に法律はいらなくなってしまいます。友達じゃん。友達でもです。カズマさんはそんなに双葉さんのことが大事なんですの？
私の言うことはちっとも聞いてくださらないのに、どうして双葉さんばっかりかばうんですか。そんなつもりじゃなくて何なんですの。私はいつもカズマさんのことを思っていますのに。もう知りません。あなたのことなんか知りませんわ。妻さんのバカ。カズくん。行かないで、カズくん。お願いだからここにいて。かなちゃんにひどいこと言っちゃった。ごめんね、カズくん、付き合わせちゃって。思い出せないの。でも思い出せない。何回か試してみたけどダメだった。覚醒の種、作り方わからなくなっちゃったよ。どうしよう、カズくん。私トライアウトなのに。トライアドの果たすべき使命なんだよ。トリスメギストスを消滅させるためにやらなくちゃいけないこと。覚醒の種はね、人間に植え込んで発芽すると、その人の眠っている本来の力を引き出せるの。そうやってトリスメギストスを倒せる人を少しでもたくさん作り出すのがドライアドに課せられた使命なんだ。覚醒の種は私たちドライアドの種族にしか作れないし、もうすぐ
トリスメギストスが復活しちゃうの。そしたら世界が滅んじゃう。それはどうしても止めなくちゃ。トリスメギストスのせいで危機にあるのは私たちの世界だけじゃない。異世界も危険なんだ。私たちだけ頑張っても意味ないの。異世界の人たちは魔法を使えない。トリスメギストスに対抗できる力がない。だからそのために私は清涼学園に入った。ナナイちゃんの絵を通れば異世界に行ける。世界に二つとない固定された界面魔法だもん。お母さんと約束したんだ、必ず使命を果たすって。それが禁じられていることだとしてもカズ君を裏切っちゃうことだとしても、私ずっとカズ君のこと騙してた。私のことがバレないようにってカズ君の操作の邪魔してた。でももうダメ。まだやめたらダメなのに。トリスメギストスを倒せる人は生まれていないのに。もっと覚醒の種を作らなきゃいけないのに。どうしよう、もう種を作れない。思い出せないよ。カズ君、私のこと捕まえる？Thank you.
正常は外さないでください。そんな、ダメだよ。そんなことしたらカズ君まで私と同じ罪を背負っちゃう。カズ君、ごめん。ありがとう。